そういえば昨日、気を失ったお前を見つけた後、あいつは何にも疑わずに治療してくれて、ガンダルバー村まで運んでくれたの。けど、やっぱりあいつのことは…あ、ごめん。それは師匠が悪かったかも。あの時パイモンが、どうしよう、こいつ死ぬのかってわめき続けてたから、どんなになだめても無駄で、師匠怒っちゃって。おい、お前、笑うな。お前のことは心配してたんじゃないか。おい、なんでこれ今で。うわー、ムカつく。ふん、お前たちの頭を取りなすにしてやるぜ。私に触んだ。これ、その、ごめん、オイラそんなつもりじゃ。は、私は今、いや、そうじゃない、そうじゃないんだ。これ、どうしたんだ、大丈夫？あ、うん、平気だ、もう大丈夫。本当にごめんなさい、びっくりしたよな。そうだ、そろそろいい時間だし、早くガンダルバー村に戻ろう。師匠たちももう帰ってきてるはずだ。今のは何だったんだ。これ大丈夫かな。あ、足が速すぎてもう見えなくなっちゃったぞ。